ヤチダムは木製カトネリコ族の落葉公用樹。単にタモトも言う。は、奇変に、仏。トネリコや青ダモの禁煙種。英名のマンチュリアンアッシュは、満州のトネリコの意味。厳密には、本州の元になった満州トネリコを指す。ヤチダムは、北海道と本州に分布するが、特に北海道に多く産し、植林も盛んに行われている。本州では、 山間の沢沿いで見かける。根が冠水しても生きているため、たびたび水没するような人造庫の壁面にも生育する。家具や装飾材、日常器具の材料として利用されるほか、合板の材料にも用いられる。また硬質で弾力性に富むため、野球のバットやテニスのラケットに使用される素材でもある。成長が良く、年輪幅が広いと重厚になり、成長が悪いと軽くなる。 成長の良いものは運動用具材に、成長の悪いものは家具材として重宝される。第二次世界大戦後、野球熱とともにバットの需要が高まると、北海道の八千玉が注目され、各地の紅葉樹伐採跡地野球群馬放牧地にまとまって成立していた八千玉の虹林から大量供給されるようになった。バット需要が一巡する頃には、 八智の一生林は姿を消し、すでにまとまった量の八智林を求めることは難しくなっている。岡田敏夫、戦中戦後20年北海道木材、林業の変遷139から141ページ北海道、林在新聞館全国書誌番号、9000万1781、清水建設が、令和の大上宮設営に着手、古代広報、 黒木作りで付き丸太110立方メートル使用。ビルト2019年12月3日閲覧。ありがとうございます。